皆さん、こんにちは。浜家の健物です。本日ご紹介いたしますのは、こちら、デュアルの新作コンビネーションフレーム CZ11 を本日はご紹介いたします。テ、えー、ルロイドと チタンンンのコンビネーションフレームというアイテムなんですけれども今までになかった新デザインのテンプルを採用しているというアイテムになっておりますフロントのこのリム部分はセルロイドそしてこの長モダンのこちらの方もですねセルロイドを製作して作っているという贅沢な作りのアイテムですまたこのブリッジ周りのこの鼻当てのところと今回のこの新デザインの テンプルですねこちらの方チタンを使っておりますこととこの内側にですね板材のバネ機能を持たせているんですけれどもチタン合金を使用しているんですが、えー、程よい、えー、硬さを持たせるようなホールド感を持たせているというような作りになっているというアイテムになっておりますまたこのウェリントンタイプのレンズシェイプと先日ご紹介しましたこの CZ10 というやや 細身に見えるスクエアのレンズシェイプの違いも本日ちょっとご覧いただきたいと思いますまずはこちらの方の CZ11 なんですけれどもかけてみますとこのようなサイズ感印象をつりだす アアイイテテムムにになっておりますすす、えー、非常に使いやすいやですねこのサイズ感、大きさもですね、えー、トレンドも意識したアイテムになってるかと思うんですけれども、非常に使い心地のいい、そしてかけるととてもスッキリとした印象に見えるウェリニトンになっております、えー。このリムの細さもですね、なかなか魅力的なアイテムになるんじゃないでしょうか。えー、使い心地もいいですし、トレンドも、えー、上手に取り入れられるようなアイテムになっております。バランスも整っているというのも魅力かと思うんですけれども、何よりも このかけ心地ですねこの側頭部をですね包み込むようなフィット感になっているというアイテムなんですけれどもかけているのを忘れてしまうかのようなこの独特なフィット感といえばいいんですかねあの非常にかけ心地がいいアイテムになっておりますちょっと癖になるようなかけ心地を感じさせるようなアイテムになっておりますまたえー、先日ご紹介しましたこちらの CZ10 というアイテムなんですけどもこちらのコートの掛け比べなんですがこちらの方は細身のスクエアということもありまして目元をちょっとキリッとしたすっきりとした印象を持たせるようなアイテムですねちょっとキリッとした印象のこちらの方に対しまして今回ご紹介している CZ11 の方は ややソフトテイスト、カジュアル感も感じさせるような仕上がりになっているというのが特徴になっております、えー。使い心地もいいですし、オンオフ楽しみながら使っていただけるアイテムになるんじゃないでしょうか。他からもご覧いただきたいと思います。こちらの方はミントササという、デ、えー、ュアルでは以前から えー、時折採用されているカラーなんですけども珍しいカラーです淡いグリーン系カラーのフロントになっておりますまた長モダンはこちらの方、えー、別光調のようなカラーなんですけどもやや赤みを感じさせるようなブラウン系の生地が採用されておりますこちらの方をかけてみますと このような印象を突き出すアイテムです、えー、意外とかけてみると肌なじみのいいグリーン系カラーですね女性の方がかけて可愛くちょっと使っていただけるようなアイテムになるんじゃないでしょうかさりげないこの印象なかなか他のブランドでは見かけないカラーになるかと思いますのでそういったところもこちらの方のミントサタの魅力になってくるかと思います えまた、他にですね、ブラックに見えるネイビーというデュアルオリジナルのカラーのアイテムと、えー、フロントの上の部分がブラックで下にブルーササという定番カラーがあるんですけれども全部でその4色展開になっているんですが今回はこのセッティングサンというブラウン系フレームと先ほどの、えー、ミントササという2色の入荷になっております。えー お問い合わせいただければ、あのお取り寄せのご用意もできたりするんですけれども、えー、人気のあるアイテムになっておりますので、若干ちょっとお待ちいただくんですけれども、気になる方はぜひお問い合わせください。本日ご紹介させていただきましたのは、魅力的なウェディントンタイプのレンズシェイプのコンビネーションフレーム、デュアルの CZ11 です。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろししくお願いいたしますす本日は以上です